我々は名古屋市で極みサウナというサウナ施設を経営するスタートアップです。サウナブームと呼ばれる昨今、サウナは乱立、ブームに乗じて開業した施設の閉店が相次いでいます。そんな中、極みサウナは設立1年目、たった1店舗で売上 1.1 億円、営業利益5000万円を達成しました。極みサウナは今後フランチャイズで日本全国に展開していきます。サウナ経営にご興味のある方、ぜひ協業しませんか。まずは自己紹介をさせてください。鳥取県鳥取市で生まれ、石川県金沢市で大学4年間を、育ちました。新卒で三菱 UFJ 銀行に入社し上京しました。毎朝6時くらいに家を出て、日付が変わる頃に家に帰るという生活でした。そんな中、日々のストレスで少し鬱に近い症状が出ていた時、友達に連れられて初めてサウナに入りました。衝撃的に気持ちよくて、サウナ後のご飯が久しぶりに味がして、すごく美味しかったことを今でも鮮明に覚えています。そこから毎日サウナを習慣にし、仕事の成果も上がっていきました。そして世界中400施設以上のサウナをめぐり、徹底的に研究しました。その中でもサウナ発祥の地フィンランドのサウナは衝撃でした。フィンランドは国連の幸福度ランキング5年連続世界一の国です。フィンランド人毎日サウナに入ります。人口550万人、サウナは330万個あります。ちなみに日本は幸福度ランキング47位、サウナは2万個と言われています。そして日本とフィンランドにはサウナの入り方に決定的な違いがありました。日本ではコロナ禍の影響もあり、沐浴が一般的になっています。これは私がフィンランドのサウナで実際に日本人のサウナの入り方をいじられた動画ですが、フィンランドのサウナには幸せにあふれる自由で平和なコミュニティがありました。家族や友達、さらにはその場に居合わせた人たち、老若男女がとにかく幸せで自由で平和なコミュニケーションを楽しみます。そして幸福度が高い秘密を聞くと、毎日みんなでサウナに入れば嫌なことなんて忘れるだろうと、みんな口を揃えてこう言いました。僕はこのフィンランドスタイルのコミュニケーションを生み出すサウナを日本中に展開すれば、日本人の幸福度をもっと上げることができると強く確信しました。帰国してすぐに市場調査を始めました。そこで分かったのが、日本の公衆浴場の悲惨な現状でした。施設数は過去10年間で半減、市場は大きくシュリンクしており、ビジネスモデルそのものの転換が必要でした。夢で終わらせないためにビジネスモデルを徹底的に考えました。そして1期目の成果は、1店舗で売上 1.1 億円、営業利益5000万円を達成しました。初期投資の回収に10から30年かかると言われる業界で、たったの1年で回収に成功しました。それではなぜ1年で回収できたのか。極みサウナは無駄なものを作らず、サウナーが求めている設備を徹底的に追求して作ることで、初期投資を抑えながらも圧倒的な体験価値を提供しています。お風呂はなく、シャワーブースのみ、サウナ、水風呂どちらも一つだけ。庭と蔵を再利用した休憩スペースは100平米を超える広さですが、コストはほぼかかっていません。開業前に行ったクラウドファンディングでは、1万円で制作を手伝える権利を募集し、60人のメンバーを集めました。工事の人手を増やすとともに、初期の濃いファンを獲得、さらにそのうち2名を店舗スタッフとして採用しました。さらに高利益率の仕組みはランニングコストにあります。サウナ経営の2大コスト、水道光熱費は一般的なサウナの5分の1、人件費はミニマルな設備で清掃や水質検査の手間を削減、入退館のシステム化、完全キャッシュレスなどで一般的なサウナの3分の1程度と、圧倒的低コスト経営を実現しています。それではなぜ他のサウナではなく極みサウナに来るのか。極みサウナは整うという抽象的な概念を科学し、整い方が決定的に違うサウナを作りました。一般的なサウナと極みサウナの違いです。極みサウナのサウナ室は酸素濃度が高く、一切息苦しさのないサウナです。どこに座っても天然のアロマ蒸気が降り注ぎます。さらにサウナの中でドリンクが飲めるので、長く入ることができます。芯まで温めてから水風呂に入ることで整い度が高まります。水風呂は日本一深い2メートル、まるでフィンランドの湖のように全身を瞬時にクールダウンすることができます。水温は科学的に最適な 16.5 度です。休憩スペースは空と木々を見ながら整える外気浴スペースと、全天候型の内気浴スペースの両方を備えます。チェアもフルフラット、リクライニング、椅子タイプ、うつ伏せ、畳スペースなど、それぞれが最もリラックスできるスタイルを選んで休憩できます。
さらにサウナを通して幸せなコミュニケーションが生まれる場を作っています。毎週火曜日をフィンランドスタイルのコミュニケーションサウナとし、お客様同士のコミュニケーションを促進しています。毎週火曜日に来店する常連さんが生まれ、客数は増加。極みサウナにまるでフィンランドのような幸せで自由なコミュニティができ始めています。これらが評価され、さまざまなメディアにも取り上げられています。開業からこれまで広告採用1円も使っていません。さらに2期目に突入した現在もお客様は増え続け、増収増益で推移しています。これにより町の銭湯と比較しても圧倒的低コストで開業できるにもかかわらず、体験価値整いでは入会金数百万円のラグジュアリーサウナをしのぎます。唯一無二のポジショニングです。今後の戦略です。フランチャイズモデルで日本全国に展開していきます。想定収支は年商1億円、営業利益5000万円です。条件は建築初期投資5000万円、加盟金500万円、ロイヤリティ売上の 10% です。現在1店舗年商 1.1 億円から5年後には100店舗年商100億円を目指します。コミュニティを生み出すサウナを日本全国に展開するべく、まずは今年これらの6都市でフランチャイズオーナーを募集します。これらの都市の人口1万人あたりのサウナの数の比較です。候補の6都市は極みサウナのある名古屋市に比べブルーオーシャンです。共に最高のサウナを広めていただける方、極みサウナのオーナーになりませんか。ぜひご連絡をお待ちしています。ストレス社会と呼ばれる昨今、サウナを習慣にする人が増えれば日本人の幸福度はもっと上がると本気でそう思っています。すべての人がサウナを習慣にする幸せな社会へ、株式会社リバイブ極みサウナの中島でした。ご清聴ありがとうございました。